Good morning! おはようございます。クリスです。5月23日水曜日、今日のメモリーを得るメッセージをお伝えしましょう。さあ今日はまずカードから引いてみました。フェアリーのカードをね、選んでみたんですけど、Everything's okay! 出ました。Everything is okay! Don't worry, it's all working out in a beautiful way. すべてはいい方向に、正しい方向に、美しい方向に動いているので、何も心配することありませんよ、というカードでした。じゃあこれにまつわるオイルを一本誰だろうと思った時に、ポンと引いたのがですね、もう今日はこの青い色が私の目を引きました。Water, 水。Water.水はすべていらないものを流してくれます。必要なものも運んでくれます。Intuition, courage, 勇気だったりとか直感力だったりとか、そういうのをですね、今日養ってくれるためのサポートのオイルが Water, 水。この水色ね、コミュニケーションにもね、ぴったりなので、この色をですね、今日は覚えておいていただけたら嬉しいなと思います。そしてレイエッセンスはこちら、愛に包まれて過ごしていただけるように、慈しみの雫。はい。というわけで、いろんなことが皆さん起きていると思うんですけれども、大丈夫、安心してください。何も心配することはありませんよ。大丈夫ですよ。今ちょっともしかしたら辛いところに面しているのかもしれない。ですけれども、それもすべてもう一回洗いざらい自分を見つめ直すタイミング。今どういうことが起きているのか、これは必要なのか？いや、必要じゃないな。そうか。でもずっと使ってるしな。ずっと、なんだろう、こう、仲いいしなとか、いろんなことがあると思います。ただそこで妥協をしていいのかどうか。自分の心を本当にそれを望むのかどうか。はい。今日は、13の月の暦では、本能という言葉がキーワードなんですね。蛇の日なんですけれども。なので、しっかりと自分の本当にやりたいことなのか。これは、Is this for real?自分がそこに向かいたい？どうなんだろうっていうことを少し考える時間をぜひ取ってみてください。というわけで素敵な一日に皆さんなりますように。私も今日は横須賀に行ってきます。そして横須賀でのレッスン楽しんできます。いつでも皆さんからのセッションだったりクエスチョンだったりとか受け付けておりますので、何かあればブログだったり Facebook だったり Even YouTube 全然大丈夫です。お問い合わせからですね、何か質問だったりとかがあれば送ってきてください。というわけで Everything is okay. Have a wonderful, wonderful day. See ya.